長屋木屋明治30年8月17日は、日本の奇襲藩士、管理、陸軍軍人、政治家、意味縄、里仕方。天保9年11月26日、奇襲藩士家臣、長屋里仕明の子として、木の国名草郡和歌山城下で生まれる。陽明は千熊。奇襲藩後新兵に任命され、天中組の編や長州政党に従軍した。 明治2年1月に父が病死したため家督を相続し、同年12月には和歌山藩犬兵大隊長兼軍務局長に任命され、翌明治3年10月には和歌山藩不評連隊長となって官軍に承認した。明治4年には廃藩地県が断行され、同年8月に大乗官令により、兵部省七党出資となって陸軍少佐に任官したが、 同年11月に退官指摘郷。同年12月の和歌山県兵解散日屋尾船校による和歌山県兵の円滑な解散への行が認められ、翌明治5年1月に馬一頭と金200円を貸しされた。明治6年2月より和歌山県に出資して学区取締りを務めていたが、翌明治7年に佐賀の乱が勃発した際には陸軍少佐に再任して、 和歌山県元府兵の長母に当たった。同年10月に学区取締を遺願面官、判明を受けて、慶応義塾に学び、明治8年5月、慶応義塾卒業生の中井カオルクスノキラを中心に、紀州徳川家の援助を得て、私塾自習者を創設、慶応義塾から教員を派遣した。同年12月には、和歌山県に再出資し、私族受産のために、 官業受散雇用係として尽力した。明治10年に西南戦争が勃発すると、兵部省に服して、和歌山県の徴兵を担当。同年6月には陸軍少佐に再任し、遊撃不評第五大隊参謀として従軍。戦後、訓後等総攻局実賞を受賞。明治13年10月3日、旧紀州藩主、徳川持次が、 死族支援の目的で設立した特技者の副社長に就任した。なお、特技者が設立した特技学校に、死族の指定の大半が移ったため、明治17年に維持が困難となった。自習学校は特技学校に合併され、特治学校となった。明治16年12月7日、和歌山区長に任命され、4等間に偶される。 軍区町村編成法が廃止される明治22年3月31日まで、和歌山区長に在任し、同年4月1日の市政施行により、初代和歌山市長に就任。明治30年8月12日、特使により正6位に除せられ、同年8月17日午後4時20分に、和歌山市奥計町2丁目9番地で死去。去年59。法号は、 厚真サイン超音美被災し、墓所は和歌山市吹上の白雲山法音寺。ありがとうございます。